民社テートはアメリカ合衆国の女性総合格闘家。ワシントン州タコマ出身。エクストリームクートゥア所属。元 UFC 世界女子バンタム級王者。UFC 世界女子バンタム級ランキング8位。元ストライクフォス世界女子バンタム級王者。ワシントン州タコマに生まれる。高校時代は男子レスリングチームで男子に混ざってトレーニングに励み。 4年時にワシントン州女子王者になっている。セントラルワシントン大学に進学後、校内の MMA クラブでアマチュア MMA を始め、5勝1敗のアマチュア成績を上げて2007年にプロへ転校した。2007年11月24日、プロデビュー。2008年6月27日、ストライクフォースデビュー。2009年5月15日、ストライクフォスチャレンジャーズ1で。 サラカフマンと対戦し、判定負け。2010年3月26日、ストライクフォスチャレンジャーズ7でゾイラ・フラウストと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。2010年8月13日、ストライクフォス女子バンタム級、トーナメント決勝で、関の瞳に3から0の判定勝ちを収め優勝を果たした。2011年7月30日、 マルースクーネンの保持するストライクフォス、女子バンタム級王座に挑戦し、世のある方々めで一本勝ちを収め、王座獲得に成功した。2012年3月3日、ストライクフォス、縦 VS、ラウシーで、ストライクフォス女子バンタム級王者として、ロンダ・ラウジーの挑戦を受けるが、1R でひしぎ十字固めで肘を脱臼して敗れ、王座から陥落した。 2013年4月13日、UFC デビュー戦となった、ザ・アルティメット・ファイター17フィナーレで、女子バンタム級ランキング4位のキャット・ジンガノと対戦し、試合開始からペースを握るも、3R にパンチと膝蹴りの連打を浴びて、レフェリーストップで逆転負けを喫し、ザ・アルティメット・ファイターのコーチ役と、UFC 女子世界バンタム級王者ロンダラウジーへの挑戦権を逃した。 しかし敗戦となったものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞、UFC で、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した初めての女子選手となった。2013年5月28日、ジンガノが練習中に膝に大怪我を追い手術を受けて、長期欠場となったため、テートが代わりにザ・アルティメット・ファイターのコーチ役と、ロンダ・ラウジーの保持するバンタム級王座への挑戦権を獲得した。2013年9月、 サルティメットファイターシーズン18で、ロンダラウジーとそれぞれのチームのコーチを務めた。2013年12月28日、UFC168 で、UFC 世界女子バンタム級王者ロンダラウジーに挑戦し、三 r でひしぎ十字固めで敗れて、王座獲得に失敗したが、ファイトオブザナイトを受賞した。二千十四年四月十九日、UFC オンフォックス十一で、 女子バンタム級ランキング7位のリズ・カムーシュと対戦し、判定勝ち。2014年9月20日、日本で開催された UFC ファイトナイトハント VS ・ネルソンで中井林と対戦し、3から0の判定勝ち。2015年1月31日、UFC183 で女子バンタム級ランキング3位のサラ・マクマンと対戦し、2から0の判定勝ち。 2015年7月25日 UFC オンフォックス16の UFC 世界女子バンタム級王座挑戦者決定戦で女子バンタム級5位のジェシカ・アイと対戦し3から0の判定勝ち UFC 世界王座獲得2016年3月5日 UFC196 の UFC 世界女子バンタム級タイトルマッチで王者のホリーホルムに挑戦 5R に 裸絞りリアネーキドチョークで一本勝ち、王座獲得に成功し、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。世界王座陥落2016年7月9日、UFC200 の UFC、世界女子バンタム級王座の防衛戦で、女子バンタム級4位の挑戦者、アマンダ・ヌネスと対戦し、リアネーキドチョークで 1R 一本負けを喫し、王座陥落した。 2016年11月12日、UFC205 で女子バンタム Q8 のラケルペニントンと対戦し、0から3の判定負け。試合後に引退を表明した。2016年12月11日、サブミッションアンダーグラウンド2で、ジェシカ・アイとグラップリングルールで対戦し、勝利を収めた。2018年11月7日、 ワンチャンピオンシップと副社長として契約。2021年7月17日、4年8、ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC オン、ESPN、マッカーチェブ VS、モイサスで、女子バンタム級ランキング12位のマリオンレノーと対戦し、パウンドでサンティコ勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。ありがとうございます。